チャンネル、イエーイ。始まりました、タケタロックチャンネル。まあ、今回ね、そうですね、まずこのチャンネルの趣旨からです。はい、このチャンネルは、関西在住のミュージシャンである私タケタロックがですね、ギターの機材のこととかロックのこととか、演奏をね、実際にやったりとかする、音楽チャンネルです。はい、なのでね、ぜひね、他の動画も、見ていってください。はい、今回やることです。はい、ジャンと、グレコの、SG タイプですね。こちらのギターを、長いことこうサブで、使ってきたんですけども、こちらをね売却して、日本を一本にする、ギターが増えたんで、置いとけるスペースがね、この3本のラッコのところにもあと1本入れて、ようやくそれで入るかなっていうレベルなんで、正直修理がね、テレキャスター信頼の方のもらったね、リペアの方が完了すると、もうギター置くスペースないんですよね。で、どれを1本、売るかってなると、長いことこのサブで使ってきた、こちらのね、SG の方が、もう2年、1年半、それぐらいかな、今だって使ってきて、やっぱりいろいろ分かってるし、いいギターだったんだけど、こちらをね、売却しようかと、いう感じですね。それで、これを売る前に、そのギブソンのね、SG と、グレコの、80年代のミント機の、こちらの SG タイプと、比較してみようかなっていう。コーナーなんですよ。当時の価格 SS6355 っていう型番らしいんですけども、5万5000円だったらしいんですよね、80年代で。でも今これ作ろうと思ったら相当価格ね、いるんじゃないかっていうような作りはしてますね。で、改めて、SG スタンダードギブソンの方ね、2000年製のやつを購入して思ったんだけど、いや、これは、こういう違いがあるんだっていう風な、感じがあります。では、まず外観上の、特徴から、それぞれ、ちょっと比較していこうかなと思います。はい、こちらがまず、本家本元の、ギブソンの、SG ですね。はい、モデルです。やっぱり、ギブソンはギブソンですね。そのまんまなんですけども、もともと SG は、そのギブソンが、開発したモデルなので、当然といえば当然なんですけども、こっちが本家本元ですね。これ見てもらうと分かるんですけども、まずね、大きく違う点、やっぱりバインディングじゃないかなと思うんですよ。これはよく見てもらうと分かるんですけども、ちょっと近づけすぎたかな。バインディングの端っこがね、これちょうどこう、際のとこなんですけども、ちゃんとね、フレットの形になっているっていう、このギブソン特有のこのバインディング。これがまずね、なかなか再現しにくいポイントではないかなと。外観上の特徴なんですけども、そしてこれは66年以降のこのラージヘッドを模した、2000年製の、スタンダードということなんで、スモールである、そのグレコとはね、形状が大きく異なります。コントロール系とかも、そのまんま、配列ですね。TYM ブリッジ、前は、中央マチックなんですけども、こっち ABR1 と、普通のストップテールピースで、ハンバッキング2機ということで、ほとんど外観上の変化っていうのは、そんな感じなんですけど、ヘッドがね、ヘッドのマークとか、その、トラスロッドのカバーがね、の形がちょっと違うなっていう風な印象を受けます。最新版の、最新版って言っても2000年か20年前かの、ギブソンなんで、そこまでね、変わってないなっていうのは正直な、印象ですね。だから SG はやっぱずっとこの形を続けてて、これがいいなっていうふうに思えるところですかね。はい、ではこちらがグレコです。
いやもうギブソン型のね、まあ、ヘッド形状をうまくコピーしてるなと、まあ、80年代のミント機ということもあってちょっとグレコの、まあ王のところのちょっと端っこ切れたりとかはしてるんですけどもギブソンチックなこのなんですかねあの自体のロゴとかいい、まあ、真ん中の方についてるねあの、まあ形は違うよ。形は違うけど、まぁ、あ、ちょっとこう、増顔されたインレイとかも、うん、なんかこう、すごく似てるよね。まぁ、あ、ただやっぱトラスロットのカバーを、あの、本当本家と大きく変えた、まあ、時期ですね。まぁ、あ、ちょっと富士山型っていうんですかね。これがまぁ、あ、まぁ、あ、まぁ、あ、あの、富士源製造の、まぁ、あ、あの、ミント機のね、グレコの特徴です。やっぱり80年代というかね、うん。っていう香りがねやっぱりあの株にしてきますね。そういう意味では結構これ気に入ってたんですよ。ただやっぱこのフレットの端っこの処理いいですね。バインディングがやっぱこのここですね、バインディングの上にフレットが乗っている。でまあ、あのギブソンの場合は切れ端のところここね、ここがちょうどバインディングの一部になっているって、これ本当難しいと思いますね。まあ、これをあのやれてるかやれてないかの違いがある。まあ、次にやっぱりスモールピックガードですね。はい、ちょっとやっぱ小さい、まあこれはまあ61年からまあその66年までのね、まあ、いわゆるスモールピックガード機のモデルもしてるのでこういう風になってます。まあ、ラージとは違いますからね。はい、ピックアップは2機、そしてコントロール系はもうほとんど変わりがないです。もう本当見分けつきません。あのまあインチとミリっていう風な、まあ、規格は違うんやろうけど、あの本当に変わりがなくてうまくできてるなと思いますね。まあ、ストップテールピースにまあその ABR1 の、まあ、TOM ブリッジということもあり再現度は非常に高いんじゃないでしょうか。ただ色がやっぱちょっと違うなっていうのはやっぱありますね。あのまあギブソンの方はちょっと明るめでグレコの方は、うん、ちょっと暗いめかな、ちょっとダークさがあるまあ赤で、まあ、しかもギブソンの SG の方に関しては、まあ、スタンドに関しては、ブラッカーで塗られている。まあ、こっちはおそらくポリ塗装ということで、まあ、塗装面で大きく違いがありますね。まあ、ヘッドに関してもほぼまあそんな言われてみやな気がつかへんぐらいし、まあ、グレコと聞かんかったら、まあ、これギブソンって思われるような形をしていますね。まあ、それぐらいリアルさはあるなと思います。はい、まあ、今回の試走環境です。ブースターは、LPB1、エレクトロハーモニクスのブースターですね。横にあるのがメガディストーションですね。これはまあ、あの、ディストーションチャンネルっていうか、まあ、あの、ディストーションかけるときに使います。まあ、そして、アンプは、いつもの、ボックス AC15C1 ですね。まあ、グレコと、まあ、後で、まあ、あの、言うんですけども、ギブソンだとちょっとセッティング変えてます。まあ、ノーマルチャンネルがクリーントーンで、トップブーストチャンネルがオーバードライブ、コナチ気味ですね。で使うチャンネルになります。ではまず、ギブソンの方から、まあ、SG スタンダードの方から、試していきますね。まずはセンター。ギア。
はい、まあ、ノーマルチャンネルはこんな感じですね。そして、トップブーストチャンネルに移行します。センター、いや、リアな、リア。ランチ気味でのカッティングですね。こういう感じですね。まあ、センターにするとこれも、ちょっと音の方でちょっと抑え気味にしておくといい感じですね。まあ、そもそもね、このピックアップが、まあ、その498とかなんですけども、これってね結構出力強いんで、まあ、そのまんまやっちゃうと割とがっちり歪んじゃうんですよ。まあ、ちょっと上げると弦を、まあ、これ、まあ、ストラトのつもりで上げちゃうと、感じがっつり歪むんですよ。で、まあ、クランチにしたいなっていうのが、まあ、僕はトップブーストチャンネルの使い方なので、ちょっとねボリュームを下げ気味にしてます。はい、ではノーマルチャンネルに戻して、メガディストーションをかけてみますね。DC 風なリフもね、すごいやりやすいギアで、うん、って感じですね。で、まあ、ちょっとウォームな感じで、リードも取りやすいですし、まあ、あとなんか適当な、
これぞギブソンって感じのね、あのトーンがガーンと歪ませた時に前に抜けてくるような感じしますね。これね、あの太いんだけど、うん、太く作れたりとか、まあ、するんだけど、まあ、結構歪みがね、粘りながら抜けてくるイメージあるんですよ。これは SG のすごい強みだなって、うん、まあ思いましたね。さすがギブソンって感じのとこはあります。はい、まあそれではね、グレコの方の音を実際に鳴らしてみましょう。まあまずセンターポジション、うん、本当にクリーンな綺麗なギターですね。で、ギアにして、やっぱこれは本当クリーンの抜けがすごくいいギターです。で、次がトップブーストチャンネルに移行します。が本当いいですね。抜けがすごくいい、うん、この辺はね、本当グレコはのピックアップがちょうどいい感じがします。まああの何て言うかな、うん、歪みの量は、まあ、正直ギブソンの方があるんだけど、全体的なね、あのクリーンさっていうのはこっちの方があるんですよ。だからクランチまでやったら本当このギターも結構最高なギターなんですよね。じゃあ、 あのノーマルチャンネルに行って、メガディストーションカーマーシャルディストーションサウンドをやってみましょうか。まあ、ちょっとね、あの ACDC 風のやつとか、
まあ、こちらがグレコのトーンですね。いや、それぞれちょっと特色が違ってて遜色ないですね。値段はね、こっちの方がまあ普通に買ったら3倍ぐらいすると思うんやけど、80年代の日本のグレコもね、悪くないよと、いうふうにちょっと思わせてくれる比較結果ですね。どっちもね、SG なんで、まあ、歪ました時にガンって抜けてはくるんやけど、どっちかっていうと、こっちのピックアップの方が、まあ、若干歪みよか、そのクリーンとかクランチの方がガンってくるような感じで、まあ、歪ませた時ガンってくるのはこっちの方なんですよ。だからまあ、特性がそれぞれ違うかなと。で、まあ、そこの辺をちょっとももう一回ね、解説し直すので、まあ、一旦ね、ここで切っておきます。はい。まあ、いかがだったでしょうか。まあ、意外にね、いろんなことがちょっと検証できたかなって思います。まあ、実際使ってて思うことっていうのは、トレブルを上げる必要があるのが、まあ、そのギブソンの方で、ちょっとベースっていうか、まあ、要はですね、まあ、ちょっと提供本をちょっと削ってあげる、ですね。で、まあ、トレブルを上げ気味。で、割とフラットな状態でいけるのが、まあ、そのグレコの方かな。まあ、トップブーストチャンネルの話なんですけども、で、歪みはちょっと上げ気味にしてます。まあ、角度で言ったらさ、やな、まあ、2時ぐらいまで上げてる、ですね。はい。で、まあ、ギブさんの方は、まあ、結構歪むんで、12時ぐらいで抑えてますね。トップブーストチャンネルの、まあ、そのクランチでの具合なんですけども、メガディストーションはほとんどセッティング変えてないんですよ。まあ、要はカットのつまみの上下、まあ、クリーンのやつで、で、カットをちょっと下げ気味、つまりちょっとトレブル上げ気味にしてるのがギブソンで、まあ、そのカットを上げ気味にしてる、まあ、普通ってんかな、まあ、ちょっと、まあ、広域を削って上げてるのが、まあ、そのグレコの方っていう風な感じで、まあ、アンプのセッティング自体もちょっと変えとかないと、いいとならないんで、そのあたりのポイントにしてますかね。で、最初にそのギブソンの、まあ、SG の方のスタンダードを紹介した時って、確かね、ボリュームを下げて、クリーンとかやってたと思うんですけども、まあ、要は今まで使ってたこのグレコのつまみの位置と、大きく異なってたからなんですよね。で、その時最初なんで、まあ、グレコやったらこれぐらいかなと思って、まあ、ちょっとノーマルチャンネルの、まあ、方の、まあ、つまみに関してもちょっと上げ気味にしてたらですね、意外と歪むと。だから、まあ、そのマスターボリューム以外のボリュームは、まあ、ちょっと下げ気味にしてたら適正になりましたね。つまりやっぱ出力が高いのは、まあ、そのギブソンの、まあ、その方をちゃうかなっていうふうに思います。で、まあ、そのグレコの方の、ピックアップ、なんかスクリーマーとか言うんだったっけ、まあ、この辺は詳しくないんですけども、とかいうピックアップに関しては、まあ、グレコのオリジナルのピックアップに関しては若干歪みにくい感じしますね。だから、例えば、まあ、今で言うところの、まあ、なんていうんですかね、まあ、バーストバッカーでも、アルニコ5とか、と、まあ、そのアルニコマグネットの違いね、があるように、同じハンバッキングでもそのグレコとそのギブソンだとしたら、まあ、なんか全然違いますよね。特性がそれぞれ。より歪むのが、まあ、その498とかね、その言われている、まあ、そのギブソンのピックアップの方なんですけども、まあ、こっちはよく歪みますね。で、まあ、スクリーマーの方は、若干歪みを抑えて、クランチまでの抜けの良さが、いいって感じですね。だから、まあ、よく言う、まあ、人によってはよく言うんですけども、まあ、なんかヘナヘナ感あるんですよ。そのギブソンのピックアップに比べたら、その歪みを刺した時によく歪まないってイメージついてるみたいなんですけど、これって味やなと思うんですよね。つまり、まあ、おそらくコイルの関数とか、その磁力のね、問題でちょっと抑え気味にしてるんちゃうかなと。まあ、その代わりそのクリーンからクランチは本当秀逸で、まるでフェンダーのギターみたいな、まあ、フェンダーで言うたらそうですね、クニフェみたいな、そんな抜けがね、あるんですよ、これ。構造的にはクニフェであるわけがないのに、ハンバッキングなのに、まあ、なんか、シングルっぽい。シングルとまではいかないんだけど、クリーンがすごく抜けてくる、クリーンとかクランチが。っていうのが、まあ、そのグレコの特徴。逆に、
ギブソンのね今の SG のそのまあピックアップは高出力で歪ませた時のねあのガンガンに来るようなガーンと来るトーンはで抜けてくるトーンはさすがなって思いましたね。こんな感じの比較になりましたね。まあ、グレコねまあこう長い間ねまあこうサブで使ってきたんですけどもそろそろねまあお別れして、まあ、これからのサブはまあエピフォンの、まあ、レスポールカスタムの方にね、まあ、移行をするということで本当に長いことありがとう。で、まあ、プリントに関しては、うん、あのこれからは、まあ、フェンダーのテレキャスター信頼が来たので、まあ、そっちが結構メインでそのクリーンからクランチのトーンを担当することになるんじゃないかなと。激歪みはもう SG とレスポール一択でやっていくんじゃないかなっていう風なそんなギターの構成になっていくと思います。ただやっぱりグレコのねこの80年代の SG が、まあ、いかにね本気で作られててで今作ろうと思ったら本当結構コストのかかるもので実際見かけたらこれ本当お買い得だと思いますよ。なんで僕も手放すのが惜しいくらいなんですけどちょっと東京行きの資金も作らなかったので、まあ、そういう関係もあり、まあ、ちょっとギターの本数を、ね、あの置いとけるスペースがもうこんな感じなんで、まあ、とにかく、まあ、それもあり、まあ、売却することに決定したんですけども、まあ本当にね長い間ありがとうというまあ、エリック・クラプトンモデルもそうだったけど、まあ、いいギターだったんですけど、やっぱ編成変わるとね、うん、いろいろ入れ替えていこうということでね、まあ、これがちょっとギブの中心になっていくという感じです。まあ、この動画が良かったと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。続いてやってます。竹読で検索継続続けて、はい。竹読者、バイトロー。